NATO の強固な東端防衛意志、ロシアにも知らせる必要。ドイツ首相。ドイツのショルツ首相は2日、北大西洋条約機構による最近の東端部分での戦力強化の取り組みはロシアの抑止が目的だと述べた。また NATO は必要なら防衛に出る用意があることをロシアにはっきり知らせるべきだとの考えを示した。ショルツ氏はリトアニアのシモニテ首相も出席した経済フォーラムで、ドイツがロシアに接するバルト諸国で NATO の存在感を高める上で主導的な役割を果たしていると強調。またロシアの脅威が続くと見られたため、我々や他の同盟諸国は昨年バルト諸国に即応部隊を追加配備し、恒久的に旅団規模で駐屯させることを決めたと説明した。一方で、だがこの安全保障政策の変更をロシアに対して誇示しなければならない。我々はすべての NATO 加盟地域に対する攻撃を防ぐ用意があるということを、と述べた。ショルツ氏は、外交は自ら強い立場の上にしか成功を収めないとも訴え、バルト諸国はロシアから攻撃を受けた際には NATO がすぐさま防衛に駆けつけるという点に全面的な信頼を置くことができると付け加えた。さらにこのメッセージは我々だけでなくロシアにも向けられる。こうした約束の信頼性は当然ロシア側の計算の一部に入るからだと主張した。NATO 加盟国に他国を侵略するような国は一国たりともありません。あくまでも侵略者からの防衛同盟なんだから、日本も積極的に加盟を目指すべきだ。中国、ロシアのような侵略国家が何を言おうが、毅然とした態度で臨むべきなのだが、この種の問題になると下を向いて聞こえないふりをして、一向に動かない現政権ではいかんともしがたいね。ビジョンもなければ決断もしないで任期中の日々を終えたいだけなら一刻も早く退陣してくれないかな。ただし増税だけは影響を考えずに指示されたままに即決するから見上げたもんだよ。ロシア攻勢の原因はどこにあるのか。ウクライナの挽回に必要なのは兵士増強とアメリカの一手。ワシントンポスト紙コラムニストのマックス・ブートが、ロシア軍が5月10日に突如としてハルキウ州に侵攻を開始した事態について、その成功の背後にある要因を分析する論説を5月15日付同紙に書いている。要旨は次の通り。ロシア軍はハルキウ州で予想されていなかった越境攻撃に出た。ほんの 2、3 日でロシアの約5つの大隊がほぼ5マイル進行し、相当数の村を奪取し、開戦以来最速かと思われるロシア軍の進撃にウクライナ軍は動揺をきたすこととなった。なぜロシアはこの突如の成功を手にしつつあるのか。その説明は、ロシアの軍事的な力量及びウクライナと米国の失策の組み合わせにある。ロシア軍は開戦当初以降、その戦闘のパフォーマンスを改善した。彼らは戦場の条件に適応しつつある。ウクライナのドローンや砲撃に容易に標的とされる戦車や装甲車両に頼るのではなく、オートバイで迅速にウクライナの防衛線に向けて進撃している。ウクライナのドローンとロケットによる攻撃を電子戦システムで妨害する一方、滑空爆弾でウクライナの防衛線を粉砕している。他方、ウクライナ軍は米国の支援が長期間遅延したことでひどく苦しめられた。砲撃ではロシア軍に対し10対1で劣勢に立たされ、防空兵器は不定した。前線の兵に十分な防空支援を与えられなかったことは、
ロシアが初めてその航空戦力を相当程度まで使うことを可能にした。ロシアは米国がロシア領内の軍事目標を米国の武器で攻撃することを禁じていることにつけ込むこともできた。この制限がわずか 2,3 マイル先に集結しつつあるロシア軍を攻撃することを不可能にした。ウクライナ政府も軍を増強することと防御陣地を固めることに甚だしく手間取ったことにより、ロシア軍の進撃を可能にした。ロシアがウクライナとその周辺で兵力を50万近くに増強したのに対し、ウクライナは前線に約20万を有するに過ぎない。ウクライナのマンパワーの不足はかねて明らかだったが、議会がようやく新たな動員法を可決したのは4月である。また、ウクライナはその国境と前線の要塞化に甚だしく遅れを取った。これがロシアの進撃を可能にしつつある。3月にゼレンスキー大統領は3列の防御線を1200マイルにわたって要塞化するとの計画をやっと発表した。これらの防御線は構築されつつあるが、本来何ヶ月も前に構築されているべきものだった。ウクライナにはこれらの挫折から立ち直る時間はまだある。新たな要塞化とさらなるウクライナ兵の動員が、米国の武器弾薬の大量の流入と相まって、ロシアの進撃を止め、戦線を安定化するはずである。もしバイデンが米国の武器でロシア領内の軍事目標を攻撃することに対する制限を解除すれば、大きな助けとなろう。しかし、情勢は差し迫っている。プーチンがハルキウを選択した理由。5月10日、ロシア軍は奇襲を開始し、ベルゴロド州から防御が全く手薄なハルキウ州との国境を越えて、15日には国境から 5km のウウチャンスクに達し、またリプツィ、ハルキウはリプツィから砲撃の射程内となる、に向けても軍を進めているようである。この論説は、事態がここに至った背景を的確に描写している。ロシアがハルキウ州を選択した狙いについて記者に問われたプーチン大統領は、ウクライナの越境攻撃からベルゴロドを守るための緩衝地帯を作ることだと言及した。ベルゴロド州はウクライナのドローンやミサイルによる攻撃、あるいはウクライナを拠点とする民兵の越境攻撃にさらされてきた経緯がある。ハルキウ市の奪取がロシアの目標となるかを記者に問われたカボリ北大西洋条約機構欧州連合軍最高司令官は、侵攻したロシア軍にはそのような戦略的ブレイクスルーの達成に必要な兵力と技量は備わっていないと応答した。しかしながらウクライナは急ぎドンバス、その他の地域から兵力を回してハルキウ地域の防衛に当たらざるを得ず、現にドンバスの兵力を割いているようである。ウクライナの少ない兵力はさらに薄く伸びきることを強いられ、今後の戦局に重大な影響を及ぼすであろう。今後についてこの論説は、前線の要塞化を急ぎ進め、動員によってウクライナ兵の増強を進めれば、米国の武器弾薬の流入と相まって、ウクライナが立ち直る時間はあると書いているが、論説の末尾の一文は何やら不吉な印象を与える。米国の政策変更の必要性。緊急に必要とされることは、この論説もその必要性を強調しているが、米国の武器でロシア領内を攻撃することを禁ずる使用制限を米国が解除ないし緩和することである。米国の規制はロシア領内の聖域を作り出し、ロシアはウクライナの攻撃を恐れることなくハルキウ州への越境攻撃に先立ち、地上軍を国境の反対側に集結させることができたことを意味する。ロシアは
地上軍の侵攻に先立ち、ロシアの空域から爆撃機で滑空爆弾、この爆弾は安価でありながら大変な脅威のようである、を投下して地上作戦を支援することができたが、ウクライナは米国のパトリオットでロシアの爆撃機を迎撃することが禁じられていたことになる。第三次世界大戦を引き起こすロシアによるエスカレーションを防ぐというのが米国による使用制限の政策の根拠であるが、いかにも馬鹿げている。少なくともこの政策の緩和は工夫可能と思われる。5月3日、キーウを訪問した英国のキャメロン外相は、英国の武器をどう使用するかはウクライナの判断だと表明した。米国を説得できる外国があるとすれば、英国であろう。ゼレンスキー大統領、供与が決まったベルギーの F-16 を視察。受け取ることを楽しみにしている。到着時期は？最初の機体は2024年末の納入目指す。ウクライナ政府は2024年5月28日、ウォロディミル・ゼレンスキー大統領がベルギーのメルスブローク空軍基地を訪問し、供与予定の F-16 を視察したと発表しました。ゼレンスキー大統領は F-16 供与に関連した安全保障協定締結のために同国を訪問しており、メルスブローク空軍基地には機体視察のために訪れました。ウクライナ大統領府によると、ゼレンスキー大統領は現地で F-16 の戦闘機としての機体特性や武装などの話を聞いたそうです。また F-16 整備の訓練を受けている兵士やベルギー人教官にも会ったとのことです。視察後、ゼレンスキー大統領は公式 X、旧 Twitter で、西側パートナーから F-16 戦闘機を受け取ることを楽しみにしている。また F-16 を整備する訓練を受けている選手たちを待っています。彼らは我が国の勝利を加速することに非常に意欲的ですと投稿しています。なお、今回結ばれた安全保障協定により、ベルギーは2028年までにウクライナに計30機の F-16 戦闘機を供与するということが確定しました。しかし、ウクライナでロシアの攻勢はますます強まっているということで、ベルギーのアレクサンダー・デクロー首相は、我々の目標は今年末の2024年までに最初の航空機を提供できるようにすることです、と機体の納入を急ぐことを明かしています。